はいどうもカッパー員長です。さっじゃあこの動画ではトヨタ自動車さんのお話なんですけどもまあ、これまでもちょいちょいたまにですけどね何回かこの、ね、こののねトヨタ自動車さんの最近だとやっぱりこの不正という名のねちょっとやりすぎだと国の基準を上回るね、うん、なんか自主的に良かれと思ってそのままドライバーの安全をより確実にっていうつもりでやったのがなぜか違反だっていうね。うん まあこの創価国交省の僕はもう嫌がらせだと思うんですけどもでそれに対してまたちょっとなんか一悶着一悶着というか続報ですかねもう結構しばらく間と合ってると思うんですけども、まあ、なんかこの豊田会長がね、えー、今の日本で頑張ろうという気になれないとまあなんか、あのー、なんんかだろう残念なお気持ち表明じゃないですけどね、えー、まあ、要はジャパンラブの私が 日本脱出を考えているのは本当に危ないと。うん、だこれをなぜか、ね、反日クソマスゴミなんかは、ねうん、なんか開き直って、居直って日本社会に対して、ね、いいのか、我々トヨタがいなくなって知らねえぞってなんかこの恫喝してきてるみたいなそういうなんかひねくれた受け取り方して文句垂れてるんですよね、反 <laughs> 日売国勢どもが。うん 当時もなんか総価公明国交省なんかは、なんかそうだそうだみたいな。いや、だからやっぱりね、反日売国税を、やっぱりきれいにこの片付けて掃除しないことには、ね、個人もそうだし、こういう企業も、やっぱり、この、なんていうのかな、邪魔ですよね。ありとあらゆる日本にとって、日本社会にとって、やっぱり邪魔なんですよ。存在させてはいけないんだよ、あいつらは。あ、トヨタ自動車さんの話じゃないですよ。反日売国税ですよ、当たり前ですけど。 ね、不正という名の、ね、もっともっとだってあれは不正じゃないだろう内容がどう考えても、うん、って思うんですけどもねでも「半日クソマスゴミは、ね」はこれに対して日本社会がけしからんって日本国民全員がぶち切れているっていう記事を書くんですよいや別に切れねえけどお前たちに切れてんだよこっちはまるでねこのなんか日本社会全体がもうトヨタ自動車、ね、も,うもうトヨタオワコンっつって ね、日本の自動車産業、ね、トヨタ自動車を見限って、とっととじゃあ出ていけよっていう、な売り言葉に買い言葉じゃねえけどさ、ね、まるでこの反日売国勢どもが、我々日本人、日本社会のなんか代弁者であるかのように、いつものようにね、嘘でたらめこいて、<laughs> いや、少なくとも僕はそんなことこれっぽっちも思わないですけどね、いやお前らこそ日本去れよって思いますけど、うん、日本で頑張る気が起きない、いや、もう気持ちすげえわかりますけど、 まあちょっと次元がね、僕みたいな、その <laughs> どこにでも素人と、ね、世界のトヨタの,、ね、このトップの人と、ね、同じレベルなわけがないんでね、うん、ただそう言いたくなる気持ちは、ね、僕次元での話ですけど、わかります。うん、僕が言う、なんかもう、なんか日本オワコンってとなんか言いたくもなるっていうのは、まあ、これは動画でねちょいちょいなんかあ言いますけども、まあ、本当に日本やべえなってやっぱ思うんですよ。うんね 会長の言うやべえな、もう全然次元が違う話なんですけども、ね、僕レベルの人間から見たって、ね、だいぶおかしいなと、うんで、その日本のおかしさがやっぱこういうところにもつながってくる話だと思うんで、まあ、そういう意味でね、うん気持ちそう、そう吐き捨てたくなる気持ちはわかるんですよね。うん、まあわかると言わせていただきましたけども、でそれに対して、ね、日本全国、にもうなんか世の中の日本人からも批判が殺到しているっていう記事を、ね、 うん、反日クソマスゴミが書いてんですよで全然うんお前らなんて所詮なんか我々日本社会の,この代弁者でも代表でも何でもねえよむしろ黙っとけよって黙ってされよお前らがって、ね、トヨタ自動車は日本に絶対必要だけどお前ら反日クソマスゴミなんか一人も必要じゃねえよ、うん、お前らこそむしろ日本をおかしくした、ね、いくつかある現況のうちの原因のうちの一つでお前たちもなかなかでかいうん いいやひどいねもう本当だからこの日本ってこの日本社会においてね日本人個人もそうだしこになんか日本企業とかもそうだけど日本社会全体が日本がもうそもそもなんか日本を食い物にしたり日本を売り飛ばしたりとかさ日本をそのものをこのなんかあー守らなかったりとかさ、まあ、こんな動きばっかりなのは何なんだろうね頭おかしいと思うんだけどなうん。はあ で逆に、なんか世界の方はこの例えばこの車でこのトヨタ、ね、トヨタだってあんだけさ、ね、EV、EV、ワッシュイワッシュ、ね、この欧州の方から、ね、この欧米の方から、ねうん、あとまあ国連の方からも含めてか、ね、エコで、ね、クリーンで、ね、だから EV なんだ、ね、来年はエンジンはもうだめなんだオワコンだ日本自動車産業オワコンだ EV だ EV だってやってたのがもう失敗だってこの気づいて。 やり直しをしようとしてるわけじゃんあいつらはだから結果的にこのトヨタ、ね、日本の自動車産業全部じゃないですけど少なくともこのトヨタ自動車さんの判断は間違ってなかったわけじゃんということが証明されてるわけじゃん相変わらず日本の反日クソマスゴイって違いますよねいや日本日本の自動車産業はもう、e、EV ブームに乗りり、ね、EV 祭りに乗り遅れたからって いつまで AIIB のノリでやってんだろうな、こいつらは。特に日経。邪魔くさって思うよね。記事見ると。ってかもう記事なんか見ないけど、タイトルだけでわかるから。きっしょって思いますけどね、ほんと。<laughs> 名前変えてもらいたいよね、ほんと。朝鮮日報、朝鮮、朝鮮日報経済みたいな感じで。なんかちょっと違うな。<laughs> でまあ、日本勢が絶好調の業績になる一方で欧米勢が低調で、ね、予想外だと、ね、欧州メディアが途方に暮れていてでそういう話を基本日本の反日くつまスクには取り上げずに、ねうん、中国に負けたとかね、うん、そんな話ばっかだよなアホだよな本当、うん、ーと欧州自動車工業会が18日発表した1月から6月期の、えー、EU 域内の新車販売台数が 前年同期4.5%増568万3843台でしたとで EV が失速する一方でハイブリッドが好調日本勢全体では22%増すごいじゃないですかねうんこの話日本の反日クソマスクがしねえんだよな、うん、不正が不正がみたいなそんなのばっかだよ <laughs> ねやっぱり日本社会ってどう考えてもこのこびかんこび中に 牛耳られすぎちゃって、もういよいよおかしい。じゃあ、例えば車に限定しってそうですよ。ね、このトヨタさんがどうこう、それ以前にというか、じゃあその一方で裏で国交省は何やってるかって言ったら、これも知ってると思いますけど、ね、中国、BVD、あれ、BYD だっけ、BVD、ね、うん、あそこなんかもう書類、書類審査のみで通してる中国のこのこっちの輸入車ね、ノーチェックだよ、ノーチェック。 うん、こんなことやってんだよね。いや、おかしいよね。うん、国交省のいじめじゃないかなんて書かれ方してますけど、いじめ云々んじゃないですよ、もう、うん。完全にこれ、利的行為だよ、ね。国内産業は締め上げに行って、ね、潰して。うん、そうじゃない、このこびかんこびちゅうん。こいつはこの私服肥やすためにだよ。いや、もう完全に犯罪者だよ、犯罪者。ん大臣からして犯罪者ばっかりじゃん。 仏壇強い民党の輩らなんてどいつもこいつも。だこいつらはやっぱりこの始末しに行けるルール作んない限りは無理だろうな。うん。だってもう世界に、ね、日本を代表する、うん、自動車産業のトップに、ね、いやもうこれはほぼほぼ本音を取るでいいんじゃないですか。うん、僕程度の人間でもなんか吐き捨てたなくなるぐらいだから、もう尋常じゃないレベルでだと思いますよ。だ、むしろ、 むしろ、うん。まあ、これはちょっとね、あんまり適当なこと言わない方がいいのかもしれないですけども、一旦出てもいいかもしれない、うん。うん。完全に日本を見捨てるとかじゃなくて。うん。だ本当一度やらせてみたら、あの、逆じゃないけどさ。うん。一度なんかもう、本当なんだろう、あんま無責任なことを言うようで申し訳ないかもしれないですけどなんかあちこち、なんか日本ってそういうところはありません もう自分たちの手じゃもうどうすることもできないからもう,もう外からもうぶったたかれないともう目も覚まさないみたいないわゆる外圧ってやつそれのなんか変化球みたいな感じでもう世界にこのなんかもういろんなこの影響力を、ね、だもう自動車産業、ね、トップなわけじゃないですか日本を代表する企業のうちの、ね、自動車産業のトップですよね、うん、がもう日本を見限る。 で他のこの業界とかもね、もう次々日本を見限る。そうなったらどうなるのかっていうのを思い知らせてやったらいいんじゃないのう我々、まあ、僕も含めた日本人一人一人の目を覚まさすっていう意味も含めて。うん。いや反日売国税だけでやりてえって言うんだったら、もう反日売国税だけでやってみろよ、じゃあ。どうなるのかやってみろよってってやらしちまえばいいんじゃないのでも、ボコボコにされたらいいと思うよ。うん、自分たちの手で。 うん、別にこの、え外へ出てったっトヨタ自動車さんが別に日本を攻撃する必要はないんで、うん、ただこの、なんか遠くから、なんかこの高みの見物じゃないけど、ああって、だから行ったのになーって、だそういう痛い目見ないともう分かんないんだろう、日本社会全体で。うん。だから本当は、なんかこの味方っていうか、要は敵に回しちゃいけない人たちと、ねえ、そうじゃない、なんかこの、ブー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 うるせえや、ね、なんかこの、ねえ、 揺す、うん、ってたかってとか、あなんかこの抗菌チューチューみたいなのこの、ねねうん、そんなことばっかりやってるようなやからの言いなりになってるのと、ねうん、どこの誰の、どんな話をこの聞いてやんなきゃいけないのかみたいなことがもう判断つかなくなってるだろうからさ、いっぺん一もう完全に、ね、反日売国税にもう完全掌握された日本ってどうなるのかなっていうのを、うん、思い知るべきかもしれないよね、ある意味。 だからもう抵抗勢力とほぼゼロ残されたのはもう、ね、日本国内に残された我々一般日本人たちだけいやーもう最悪だと思うけどねでもそ,うそんなふうにでもならない限りもう無茶苦茶なんだと思うよなんか麻痺しちゃってというかさ、うん、そっかそういう痛い目見たらあるいは気が付くかもしれないかどうすかね <laughs> ということで今回は以上です